懐かしいっすよね。世代っちゃ世代じゃないそうっすよね。韓国あれ最高なんですよ。韓国なかなかいなかったそっち行く。湘南ベルマーレ公式 YouTube チャンネルファンファコーラうっすのゲストはバルン選手、山本選手です。よろしくお願いします。いや楽しい。よし。はい、ということでですね、今回はですね、この記念すべき第1回はこのスペシャルミラクルボックスから質問がね、たくさん紙入ってますんで、そこで引いていただいて、その質問に、まあ、バルン選手の小気味ドリブルぐらいテンポよく答えていただこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあもう早速引いちゃいましょうか、バラ選手。ボックスから1枚ね、1枚引いていただいて、その質問をお互い答えてもらって、たくさん入ってますので、で開いたらもうしっかりまずはカメラにね、見せていただいて、さあ、記念すべき第1回の、見える？読める？最近ハマっていることは。はい、ということで、最近ハマっていることは、おうち時間が多いのかな、やっぱり。そうですね、まあ、コロナとか関係なしに自分は家にいる時間がすごい長いんで、あ、関係なく関係なくあんまり飽きてね。そうですね、子供と遊ぶぐらいで、まあ、でも最近は子供が誕生日プレゼントで、はい、ベイブレード買ったんで。ベイブレード懐かしい懐かしいですよね。世代っちゃ世代じゃないですか。そうっすよね、僕ら、はい、まだ生き残ってんですよ、ベイブレード。最近またみたいなので。マジで？はい、で、まあ、一緒になんか3、2、1、5よしよやってんだ。そうですね。じゃあ、あの台座みたいなのもあります。やってんだすごい。そうですね、まあ、ハマってるっていうか、まあ、子供と遊ぶことがやっぱり自分の中では。なるほどね。ちなみにお子さんは3人でしたっけ？4人です。4人ですよね。大人さん、小田さん、小田さん、小田さん、4人でベイブレードで講習してる。そうですね。すごいよ、4人でできるの？4人、一応できますけど、ぐちゃぐちゃする。2人がいいですね。そうだよね、ベイブレード。山本選手はどうですか、最近はあること。僕はゴルフです。あー、はい、なんか聞きますね、山本選手ゴルフ上手いって。好きです。レキはどのぐらいやってるんですか？レキはでも10ちょいやってますけど。おー、10ちょいで10ヶ月ぐらい。いや、10年でもハマってるのは最近ですね。ここ1、2年。あ、そうなんですね。ちなみにベストスコア聞いていいですか？ベストは77。マジ？え、もうプロやん。全然マジですね。マジですごいっすよね。これだからサッカー界の中でも結構トップトップじゃないですか。そんなことないと思う。プロサッカー選手もいっぱいうまいの中でもすごいと思いますよ。結構こうチームの中でゴルフやる選手とかっているんですか？でも何人かいるじゃないですか、ね、話して、うん、いません。何人かいる。じゃあ最近はまあよりストゴルフに。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ次、山本選手、はい、聞いていただいて。はい、最近読んだ本。あ、いいじゃないですか、読書の秋ということで。読んだ本あります？最近、一番最近読んだのは、はい、漫画です。漫画、確かに本ですね。いいですか？何の？ワンピース。一緒です。ワンピースいきますか、これ100巻ということで。ちなみに一番好きなキャラクターは誰ですか？ゾロですね。ゾロ。僕はゾロ。パラは、いや、俺一番好きなキャラ難しいっすね。難しいっすよね。いや、でもサンジとかかっこいいなと思いますね。あ、僕ハンコックっすね。ハンコック、あれ最高じゃないですか。ハンコック、なかなかいなくて。そっち行くんだ。そっちのマスターとか、ロビンとか、ロビンとか、キャロットとか。ひとじゃワンピース好きなんですか？そうですね、好き、まあ、うん、昔からなんか読んでて。単行本は？単行本ですね。僕アニメ派です。アニメなんですね。俺もでもアニメ見てて、ちょっと先知りたくなって。あ、いや、先まあ、なるほど。マニア全然思んないでしょ。いや、そうなんですよ。知っちゃってるから、ワクワクしてこっちも。ちょっと待てなくて、ちょっと読んじゃいました。あ、なるほどね。ピースね。あ、じゃあ次、じゃあこれ。ピース、テンポいいな。テンポ
い漫画はね、やっぱ見ちゃいますね。さあ、続いては、はい、最近よく聞く曲を曲、はい、あの菅田将暉の虹は、おお、これもね、はい、あのゴールした後に流してもらうっていうの、はい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 、一応リクエストしている曲なんですけど、まあよく聴きますね、やっぱり。山選手は？僕はあんまり音楽最近聴かないんですけど、シンっていうならあのデフテック、あマイウェイで昔から好きなんですけど、携帯にあのプレイリストみたいなのあるじゃないですか、はいはい、そこのあの一番上にたまたまあって、あ毎回なるの？毎回もうあるよね。で、まあ、あの子供をたまにあの送るときとか、うん、あの毎回それであるわで、昨日だから今日も、ま、違うの流れてたんですよ、たまたま。そしたらいつものじゃないの、ね、いつものが行くよみたいな、それしか聞いてないモルーティリーシャルって流れてる。いいっすね、まあ、最近それがいいっすよ。湘南にも合いますしね。そうですね。いいじゃないですか。ありがとうございます。じゃあ次、山選手。最近一番嬉しかったこと。嬉しかったこと。嬉しかったこと。ことある？嬉しいって思ったらなんだろう。いや、じゃあ僕からいいですか。はい、どうぞ。この前たまたま知らない外国の方と会ったんですよ。そしたらナイスカット、ナイスカットって言って。どうぞ。これでしょ、マジマジ急っすよ、何も知らない何ですか、何ですか、あれ気しないですね、嬉しいわ、嬉しいわ、確かに嬉しい、確かに嬉しいわ、こんな感じですかね。いいっすね、パッと出てくる、パッと出ました全然出てこない、出てこない、繋いだんですよ。嬉しかったことなかったろう。いや、嬉しいですよ、基本基本生活してて、そう、生活が、生活、そうっすね。もうなんか家帰ってただもう子供を嫁にいてくれるだけでなんかホッとして、いやーいいねみたいなのは、そんなんいらんよそんなん嫌なの、いや嬉しい、難しいっすねそういうなんかのは嬉しい、いいね、なんかなんないですほっこりほっこりになりますね、ほんとに。なんか普通に生活してるかも嬉しいよ。いや、そうっすね。お前、ちょっといいですか。いいです、いいです、オッケー。塩コショウとかラー油とかお酢とかでまた自分で味付けして飲むっていう